どうも、かげやんです。今日は、2021年4月30日金曜日ということで、最終日ですね。4月最終日の、朝の空です。ちょっと曇りですね。曇りの中こうやっていきましょう、降水確率は今日はあんまり高くないので、雨はそんなに心配いらないかなというところではあります。まあ、野菜見ていきます。きゅうり、昨日よく雨が降ったんで、それなりに水分は取れているんでしょうね。今のところ何も変化がないですね。あ、ちょっとこれ見てもらいましょう。これちょっときゅうりの一応小さいあれなんですかね。ここですね、これですね。これですね。ここどうなんでしょう、ちょっとよくわからないですけど、これが出てきてるのかな。ほんで、水菜はもうだいぶこう弱ってるますね。微妙ですね。んで、唐辛子はまあまあそれなりにこう育ってくるんかなという感じですね。そしてナスですね。ナスは、これですね。これがちょっとずつ大きくなっていくんでしょうかね。ということで、ゴールデンウィーク始まってますね。僕はもう5日まで仕事なんで、元気いっぱいバリバリやっていきたいと思っております。お休みの方はゆっくり休んでいただいて、お仕事の方は頑張っていただいてということで、今日は以上です。ありがとうございます。